ああ、かわいい。何この服。お、先輩。あ、男じゃなかったの。先輩って女だったんだ。憧れのっていうから、まあいきなりそんなデートチックなストーリーにはならないか。まあいいや、かわいいし。バス停に降りるとすぐに先輩と合流できました。先輩、わざわざバス停で待っていてくれたんです。ナガちゃん、久しぶりだね。先輩、お久しぶりです。この人が宝生院光先輩、私の一つ上で、つまり私より1年早く丹下学園に進学しています。私も同じ学園に進学できたのは偶然だけど、こうして再会できるなんてちょっと感激しちゃいます。丹下、丹下ストリート、丹下ショッピングモールだっけ。ちょっとプリアっぽいけど違った。これあのテレビに映ってたあれじゃない、俺が言った、あの山下さんじゃない、俺が名付けたあのね、あの人形に頸動脈を食いちぎられちゃう子。バス停から歩いて数分の場所にショッピングモールがあるということで、私は先輩の後についていきました。なんかちゃんも明日から僕と同じ学園に通うなんて、なんだか不思議な感じだね。はい、でも光先輩がいてくれて心強いです。ん、うんちタイム。あ、ランチタイムでした。ランチでどうやって死ぬのかなそろそろセーブしとく。まあ緑色の文字が出たあたりで十分なんだろうけど。先輩はこのショッピングモールに詳しいらしくて、迷う様子もなく歩いています。それじゃとりあえずお昼食べようか。はい。もうすぐお昼です。私たちはお買い物をする前にまずはレストランでうんちを食べることにしましたここにも単元マークが。このお店お気に入りなんだ。お店の中に入るとすぐに店員さんが来てくれました。いらっしゃいませ、2名様ですね。金石でよろしいですか。じゃあ喫煙しよう。え、そうなんだ。僕は喫煙席のも気にしないけど肺をやられて死んでしまえ。かしこまりました。ではこちらにどうぞ。まさかあんなに選択肢があるなんて。店員さんはどうやら喫煙席に向かって歩き始めてしまった様子です。私ちょっと勘違いしちゃった。呼吸困難。火災時の煙は危険です。火災じゃないでしょ今不完全燃焼による一酸化炭素が含まれており、呼吸困難の原因にも。え、火災じゃないここでも突っ込んであった。禁煙席でよろしいですか。これノーにすると結局喫煙っていうことになるのか。はい、何これ遠近席。え、どういうこと。お客様、私変に言い間違えちゃったみたい。その上雑踏にかき消されて店員さんに伝わらなかったみたいです。まあ僕はどっちでも気にしないけどね。すみません、お任せします。あ、これで普通に進むのかな。店員さんは再び店内を見回しています。今一度空席を確認しているみたいです。禁煙席は埋まってしまったみたいですの。では空いてるお席にご案内いたします。こちらにどうぞ。私たちは店員さんに言われるままについていきました。あー、ダメな席だ。そろそろ正解でいく。禁煙席でこれか。考えがまとまらない。ちょっと見てみよう。ん、なんかちゃんどうしたの。あー、すみません、ぼーっとしてました。お客様、申し訳ございません。つい先ほど禁煙席はいっぱいになっちまったよ。どうやら私がもたついてる間に禁煙席を埋まってしまったみたいです。混雑する時間帯だし仕方ないよね。僕は喫煙席でも気にしないけど、どうしようか。それじゃあ喫煙席でお願いします。かしこまりました。お前死ぬけど、まあいっか、このままでどうぞ。お腹減ったな、たくさん食べちゃうかも、うふふ。まあ食べることなく死ぬんですけどね。じゃあ禁煙席で。即断すれば間に合うと。禁煙席でお願いします。私どうしてもタバコの煙が苦手で。まあそうだよね、僕も禁煙席がいいな。かしこまりました。やっとかよ、こんちくしょう、こちらへどうぞ。店員さんは私たちを禁煙席のテーブルに案内してくれました。
ちょっとここら辺でセーブしよう。なんか頼むメニューによってまた死ぬかもしれん。一気に混んできたね。またつに席につけてよかった。人気店なんですね。先輩よく来るんですか？うん、僕ここのハンバーグが好きなんだ。お肉が苦手じゃないならおすすめだよ。そう言うと先輩は私にメニューを手渡してくれました。ああ美味しそう。どれも美味しそう。何を食べようかな。ペヤング一択だろ。これってカップ焼きそば？でもレストランだしそんなはずないよね。うん、どんな焼きそばなんだろう。はい、決まりました。それじゃ店員さんを呼ぶね。麻婆豆腐もなんか火吹いて死にそう。こうしてランカたちはランチをオーダーしました。二人は会話を弾ませつつ料理が来るのを待ちます。ペヤングだおとなくして料理が運ばれてきました。光は粗挽きハンバーグで、ランカはペヤングソース焼きそばです。ペヤングか、ペヤングじゃなく何この図まさか本当にカップ焼きそばだったなんて。すごい、私の地元にはこんなレストランなかったです。あ、私の地元にもないよ。あの、僕も初めてだよ。それって美味しいのかな。お店のテーブル上に堂々と居座るカップ焼きそば、とても違和感のある光景です。私は不思議な背徳感を覚えつつ食べてみました。どうなの？美味しい？これってなんていうか普通にカップ焼きそばですね。そっか。あー、死ななかった、残念。そしてランチの後、光先輩が私の分までお金を払ってくれました。ありがとうございます。なんだかすみません。いいのいいの、ランカちゃん引っ越したばかりだしいろいろと大変だからさ。ちょっとやり直そうかな。はぁ、粗挽きハンバーグ1290円、オーベヤングソース焼きそば2460円。ぼったくりすぎ。あの、ちょ、ペヤング高っ、めっちゃ高い死んだなんでだ、いや、いいんだけどよく見たことのある絵面だこれ。ぼったくられし。衝撃的な価格に気づいて思わずそっと。謎の価格設定に思わず愕然そうすることだって時にはありますよね。だって人間だもの女の子だものみたいに言わないの。そうだな。ピンポン呼んじゃお。ダメか、他のところはどうやら先輩のアホ毛とかも見れないか。麻婆しかもね、これここに書いてあるし。おまかせパスタもすげえ気になるなすごく美味しそうだけど、四川風って辛いやつだよね。多分辛いのが苦手な私でも大丈夫かな。よし、ダメになろう。麻婆。へえ、ランコちゃん辛そうなの食べるんだね。辛いのは苦手だけど写真が美味しそうに見えて頼んじゃいました。ねえ、どんな味がするの？光に施され促されて、ランコは麻婆豆腐を頬張りました。すごく美味しい。そっか、そんなに辛くないんだね。はい、見た目ほど、これ辛くないみたいですね、これ。うまい。そのままさらに数口、ランカはパクパクと食べ進めます。あ、すごく美味しいです、これ。私も普通に食べろ。後から辛さが来るタイプでした。カランカランカラン。辛い。かも。ランカちゃん、大丈夫？顔真っ赤だけど。私、辛いのダメなのに、どうしてこれを頼んじゃったんだろう。ランカは手を止めたまま硬直しています。他のお料理頼もうか。無理したらよくないよ。大丈夫、ここは引っ越し祝いで僕がおごるからさ。光先輩のおごりだったら残すなんて絶対ダメだよ。ランカは再び四川風麻婆豆腐を食べ始めました。ランカちゃん本当に大丈夫なの？
おいしいです。確かに美味しいのは事実なのです。ですがランカには辛すぎました。もはや彼女の限界が近いです。パタン。ランカは気合で完食することができました。生き延びた。ごちそうさま飯した。唇とか真っ赤っかなんだろうな。ありがとうございます。なんだかすみません。で、気になる価格は？あ、普通だ。970円。あれ、生き延びた。どうしよう。他何か死ねるメニューあるかな。死ねるメニューっておかしいんだけど、ちょっとシェフのあの気まぐれ ピッツァじゃない、パスタだけ気になるから、まあ一応見るか。せっかく先輩が勧めてくれたけど、お肉を食べたい気分でもなくて、パスタにしようかな。本日の日替わりパスタ決まりました。どんなパスタだ。あ、普通だ。そのパスタ美味しそうだね。赤いソース何味なのかな。デスソースかな。本日のパスタはミートソースなのかな。どんな味がするんだろう。ちょっとドキドキしながら一口食べてみました。あ、このソースすごく美味しいです。口の中に広がる味がすごく辛いです。あ、死んだ。激辛し。よくさっきの麻婆で死ななかったな。苦手な人にとっては辛さは本当に辛いものだと思います。あれかな、ミートソース普通の味に見えて、その意識してなかったからこそすごく辛く感じたってのもありそうだね。無理して食べても胃を悪くしそうですし、ほどほどにしておきましょう。一口で死んだかな。唐揚げ定食ってちょっと地味な感じかな。でもティッキン好きだし、いいかも。決まりました。本日のオーダーはこちら。美味しそう。へえ、唐揚げも美味しそうだね。いただきます。うん、周りはパリッとしてるのに中は柔らかくてすごく美味しい。あー、普通だ。あー、値段も普通だ。じゃあロードだ。で、じゃあハンバーグ。いただきます。美味しそう。いただきます。早速ハンバーグを切ってみると、中までは火が通っていない状態でした。光先輩はペレットを使って、あ、そういうタイプのやつか。好みの加減に焼いていきます。この焼く音がいいよね。これ使って焼くやつか。私も早速焼いちゃいます。もしやこれでよからぬところを焼いちゃうか。このペレットにつけた時のジューって音が、あ、ランカはちょっとした不注意で自分の手をジュワーっと焼いてしまいました。うん、香ばしい。ジューか。すごいな、いろんな絵柄でランカの奇妙な冒険が。なにー、ペレットで焼いていたのは俺の手だったーってそういう状態な。誤ってペレットに触れてしまうという悲しい事故。悲しいはずのランチタイムが、楽しいはずのランチタイムが一転して大惨事に。でもペレットでお肉焼くなんて楽しいよね。タイトルの達成リストから、うん、よしよし、今のところはちゃんと制覇できてるね。ただ最初の方の行動で変わったりするがあるだろうから、コンプはちょっと難しいのかな。約半分まで集めましたと。